こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているミックスケークのレインボーっていうカラーと、でこちらもダイソーで購入しているバッグ底板、こちらを使って、まあ、今のところは本に掲載されている54ページのあのバッグ編んでいこうかなと思っているんですけど、持ち手も、まあ、ちょっと変わったところがあればまたお伝えしていこうかなと思うんですけど、それでちなみにね、こちらがアクリル 100%、80g、124m 入っています。で、かぎ針が8号ですね。かぎ針も何号使ったかっていうのをお伝えしていこうかなと思います。いいの。こちらで、あ、めっちゃ怖くなると思うんですけど。どんな感じになるか。で、バッグの底板も、あの動画の中で編んでるので、そちらを上にリンクを載せておきます。よかったら見てみてください。こちらで編みつけて、で、側面は54ページの編み方で編んでいこうかなと思います。で、また変わったところがあれば、そこでお伝えしていきます。では、一応レシピ通り編んでいきます。はい。こんな感じで底をつけてきてました。で、この底をつけるのは動画の中では8号でしてたと思うんですけど、今回は6号でつけてきました。6号の方が結構スムーズに引っかかったかなと思います。その時の糸によって違うと思うんですけど、今回は6号で結構スムーズにいけましたね。で、一番最後も同じように、ここ針をかけて、細編みを同じところに2つずつ入れてきてました。で、こういう風にして、一番最後まで編んだら、最初の細編みの頭に針を入れて、で、こちらがザラッとしてる方が裏で、で、このつるっと、まあちょっとね、感覚的にあると思うんですけど、この裏側を手前にして編んでるので、この糸もちょっとここ置いてたのを巻き込んで、こうやって巻き込んで引き抜きをしようと思います。これで一段完成です。ここずっと2つずつ入れてきましたね。で、ここからは側面8号で編んでいこうと思います。輪を大きく出して、で、入れ替えて、立ち上がりを1つして、一番最後のこの細編みの頭を裏から取って、一周細編みを編んでいこうと思います。細編みをして、で、ここからマーカーをつけてまた進めていきます。くるっと一周このマーカーの手前まで編んでいきます。はい。こんな感じで一周細編みを一つずつ編んできました。で、一番最後のところを入れて、ここで80目ありましたね。で、最後の細編みしたら、表を見て引き抜くので輪を大きく出して、で、最初の細編みの頭に、で、後ろから針を刺して、で、今引き抜いた輪をかけて、ここで引き抜きを入れていきます。引き抜きして、で、この糸を巻き込んで立ち上がりを一つして、表に返してずっと編んでいきます。この引き抜きの編み方も、あの本の中でご紹介してますね。で、同じ方向でずっと編んでいくので、根元から細編みを一つして、まあ、ここは後で糸始末しようかなと思います。細編みを一つしてぐるぐるずっと表を見ながら編んでいきます。で、ここから本に掲載されている通りの柄で編んでいきます。で、ちょっと分厚く編めるので、そこはもともと分厚いのでいい感じになるんじゃないかなと思います。本のレシピ通り、まあ目数は違うんですけど、この偶数で編める柄なので、そちらの柄で編んでいきます。はい、一応サイズを測っておこうかなと思います。一周細編みを入れた状態にはなるんですけど、だいたいこの横幅が20センチぐらいですね。で、この幅が11センチぐらいになってます。何か参考にしてみてください。はい、こんな感じで編んできていました。めっちゃ可愛くなりました。で、結構広がってくるので、まあ、今回ね、一玉できるかなと思ったんですけど、一玉だと半分ぐらいだったので、まあ、せっかくなんで大きくしたいなと思ったので、ここで二玉目つなげてきていました。で、二玉目がこれぐらい残ってます。で、ここで、持ち手今つけているんですけど、まあ、どういう風に編んできたかというと、ここ1段目、増し目なしで編んできていると思うんですけど、ここから柄編み、1、2、3、4、28、29、30、30段柄編みで編んできて、で、54ページに掲載されている、ここの上のところのセットを2段今回編んできています。で、その上に細編みして持ち手の段で編んできています。で、ここもいろいろ好みによって変えていただくといいかなと思います。で、
8号でずっと編んできてたので、ここでどういう風にこれを入れていったかというと、ちょっとねこうやって置いとくんですけど、今こう持ち手つけてるんですけど、つけてないものだとして見ていただきたいんですけど、この本体を見た時にここで終わってきてますよね、ずっと来た時に。でここでこのまんまこういう風に持ち手をつけていくと編むんですね。なのでこういう風に全体的にここはどこに来てもいいと思っているので、こうやって移動させて全体がこうまっすぐなるところが来るんですけど、こうこの辺も全部見て、でそこがこの今マーカーつけてるんですけど、ここだなって思ったんですよね。それはいろいろあると思うんで。でここもね、その私の場合はこういう感じで来たんですけど、そこの始めるところでも人によって違うと思うので、ここもいろいろ変わってくるんだと思うんですよね。なのでこういう考え方がいいんだと思うんですけど、こうやってここで一回持ち手をつける前に歪みがないか見てみて、歪みがある場合はこうやってマーカーをつけて、でこのマーカーがついてるところはこちら側に持っていこうと今回は決めていて、説明がね難しいんですけど大したことはしてないんですけど、説明するのが難しいっていう。でここでずっとできたんですけど、ちなみにその最初はここで、で手前この始めるところ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 目は手前の方の目なんですよ。このだから最初に手前の方を編むって感じですね。で9今回は編んで、で後の足りない辺は一番最後にこう回ってきた目で1つ、ちなみにここ9なので今回10編んでいくので、あと1つ足りないところがここついてますね、一番最後の目として。で9編んだら、このマーカーはこちら側にしているので 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10目編みますよね。そしたら鎖編みを今回は、全体的にバッグが大きいのでちょっと肩からかけたいなと思ったので、ちょっと長めに40しました。で40鎖編みして、でつなげたところはこの間今回20開けるので 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 開けて21個目のところ、20を切るので21個目ですね。ここに細編みでつなげます。で、つなげたところからまた 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 細編みして、で、ここで真ん中に入っているので、こちら側の 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 入れたら、またここで鎖編み40。こちら側も40だったので合わせますね。で、間も同じように20開けて21個目。この21個目が最後の一つですね。でまた大きく輪を出して、最初の細編みの頭を後ろから刺して、でまた本に掲載されている通り、目数は違うんですけど同じように仕上げて、で糸始末も全部していこうかなと思います。でここでまた何段かするかもしれないんですけど、そこもお伝えしていけたらなと思います。はい、こんな感じに糸始末も全部して仕上げてきました。糸は全部使い切りましたね。それでちょっとサイズを測っていこうと思います。深さから測っていきます。だいたい20、まあ、ここの底板のちょっと上まで24センチですね。で、横幅ペタンとした状態で39センチぐらいになってます。で、持ち手、この中をいつものように測っていきます。ちょっと長めで肩からかけれますね。こんな感じで。だいたい35センチぐらい。で、持ち手の幅を測ると2センチぐらいになってます。何か参考にしてみてください。まあ、ここの深さもいろいろ好みがあると思うし、ここの幅もいろいろ好みがあると思うので、好みによって変えてみてください。めっちゃ可愛くなりましたね。ここもちょっと広めにしたことで肩からかけやすくなったかなと思います。で、ここの終わり方は本に掲載されているのと逆になってますね。ここは引き抜きで終わってます。こんな感じで、こういうところも全部使い切って作ったらどれぐらいになるかなと思ってしてみたんですけど、めちゃくちゃ可愛くなりましたね。もうちょっと、もう一玉ぐらい
増やして深めに仕上げても可愛いと思うし、いろいろここからも形があると思うので、好みによって形も大きさも変えて作ってみてください。今回も最後まで見てくださった方、ありがとうございます。